泉、なんや遅刻か。ストップ、遅刻じゃないです。商店街の前で女の子がぶつかってきまして、その子がいきなり私の手を掴んで走り出したんです。で、話を聞くとどうやらたい焼きを盗んだので逃げているらしいんですが、なんで私まで巻き込まれなきゃならんのかって思ったんですけど、しょうがないのでたい焼き屋から隠れるために喫茶店に入って。ツッコミどころ満載や。でも突っ込んだらあかんねんやろうな、教師として、人として。